はい、カンタレオカリナ制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそということで、この頃ですね、割とその YouTube チャンネルにコメントをね、いろんな人からいただきましてありがとうございます。励みになりますんで、まあ質問、いいね、まあそういった類の感じよろしくお願いします。あと偏差値親父もよろしくお願いします。こちらの方ですね、オカリナまゆりさん、ありがとうございます。オカリナ音を出す前、頭で鳴ってるかってやつですね、それに対してですね、おすすめに流れてきました。お、私もおすすめにとうとう流れるようになりましたか。面白い、笑い、ハマりそうですということで、ありがとうございます。ぜひね、ハマっていただければと思っております。楽しくやるのがね、私のモットーでございますんでね。はい、あとこちらもですね、オカリナ軸激律理論、アンプ方法小ネタありって、結構前のですねこれ動画なんですけども、 HM さん、カンターレのオカリナが気に入って数週間前から YouTube を見始めました。もうこちらも同じですね。はい、思わずコメントしちゃいますということで、あれですね、ハーゲンダッツですね。はい、というように、まあ、前のやつもありますからね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思っておりますし、新規ですね、お二人ともありがとうございます。あとはこちら LINE で来たんですけどね、制作者とは思えない饒舌で、YouTube たくさん見ておりますということで、そうですね、制作者オカリナでこれだけベラベラ喋る人は僕ぐらいしかいないんじゃないかなと思っておりますけどもね、うん、でその方が、カンタレオカリナを買って、早2年、ビブラートで苦しんでいます。ぜひかけ方教えてくださいということでいきましょう。さあ、ビブラートっていうのは、僕もオカリナ業界長いですけども、困りごとをズバッと解決する先生がいいって言ったから、ここは解決しないといかんなんだけども、ビブラートは困りごとトップ5には必ず入ってきます。うん、例えば高い音の出し方困ってます、低い音の出し方困ってます、に次ぐぐらいかな、まあ、少なくともベスト5に入るのがビブラートの使い方、あるいはビブラートのかけ方ね、これについてねいきたいと思うんだけども、まあ、ビブラートもそうなんですけども、その何をどうやったらうまくいくかっていうのは、実はオカリナ、まあ音楽も含めなんだけど、確率的ではないんですよね。こうすれば、じゃあ必ずビブラートがうまくかかりますよとか、こうやれば必ずその、なんていうか、ビブラートがうまくいきますよっていう、こう、確率的なテンプレートって実はあるようでないんですよ。ですから、いろんなこう、なんていうかな、引き出しを持ってないといけないんですよね。例えば、いい音色を出すって言っても、例えば 4C で出す場合と1オクターブのピッコロで出す場合ではやっぱり違うんですよ。あるいは1オクターブバス 7C で出す場合のいい音色の出し方違うわけじゃないですか。というようにビブラートも実はね、じゃあこうやればうまくなりますよっていうのは実はないのはないんだけど、そうなっちゃうとさ、困りごとを解決しなきゃならない私としてはあれなんで、今日はですね、一つ覚えておいていてほしい、まあ、一つのテンプレートをご紹介したいと思います。それはこれです。まあ、見ていただければわかるんですけども、そうです。エーデルワイスの最初の部分、冒頭ですね。ミソレで、レソミ。まあ、逆に上がって下がってるって話なんですけど、これの時にビブラートのかけ方が若干違うんで、ちょっと聞いてください。いきますよ。はい、これね、実はビブラートの書き方僕変えてるの分かりますかね。ちょっともう一回いきますよ。はい、これ分かります。実は、まあ、今日ね、テンプレートで覚えていってほしいのは、上がっていく時のビブラートと、もしくは下がっている時のビブラートなのかということについて、まあ非常にこれ明白に分かりやすいじゃないですか。上がるビブラートと下がるビブラート、これ実はかけ方がちょっと違うんだよっていうことを皆さんぜひシェアしていきたいと思います。簡単に言いますとね、ビブラートとは、じゃあ何ぞやと言われると何ですか？はい。ビブラートっていうのは音の揺らぎなんですね。そういきますね。これビブラートしてますよね。だからビブラートの存在って何かっていうと、音の揺らぎなんですよ。音が揺れてるってことね。じゃあ
ビブラートの効果って何かっていうと、そうですね、音を華やかにする、曲を華やかにするということなんですね。ですからビブラートをつけることによって華やかになるんですね、音自体が、はい、となると上がる時のビブラートと下がる時のビブラート、ね、華やかさがちょっと違うんですよ。でやっぱり上がっていく時っていうのは華やかに寄りかけたいじゃないですか。ですのでビブラートの深さが若干強めなんですよ、ね、ですから最初のこの駆け上がりのこっちですね、こっちは気持ちいい、いわゆるビブラート深めにかけます。いきますよ、これ深いんです。で逆に下がる時っていうのは今のテンションでかけてしまうと、まあもちろんこれ場合にもよるんですよ、うん、終止形に向かっていくっていう意味の下がっていくっていうことで、ちょっとビブラートのかけ方を今のよりも 70% ぐらいでいいと思います。いきますよ、はい。で特に最後のミ、譜点の2分音符のミ、これなんかはあんまりかけないです。逆に言うと最初の2分音符のミ、これはかなり強めにかけます。ミーってこう跳ね上がるようにかけます。いきますよ、はい。で下がってったこの譜点のミ、はい、このように上がっていくとき、ね、全体的にこれ盛り上がってんなってときは強めにかけます、この波形を。で最後の終止形とかどっちかっていうとフレーズの終わりに向かっては あんまりかけません。どっちかっていうと波をゆっくりかけます。これがですね、いわゆるそのビブラートの、まあ、大きい原理原則として覚えておいてください。ですからビブラートっていうのは基本的にはきらびやかに見せたいわけですよ。きらびやかに見せたい時っていうのはやっぱり音が上降してる時、上がっていく時っていうのは盛り上がってるわけじゃん。ということは深めにかけたり早くかける。で下がっていく時、あるいは終止形に向かう時なんかは盛り上がるというよりは終止したいわけですね。ということはそこでビブラート強めにかけちゃうと音が終わってんのに気持ちが終わってないから、こうちぐはぐな演奏になっちゃうんですよ。はい、ということで、まあ、これはですね、まあ、一つの、まあ、テンプレートとして覚えていただきたいんですけども、ですから自分が割とビブラートをかけるよっていう人はこっちは上手にできるはずなんですよ。じゃなくてこの終止の方ですね、こっちをちょっとビブラートの回数とか深さを減らす練習してあげてください。もう2小節でできますからね。で自分はどっちかっていうとあんまりビブラート使わないな、かけないなっていう人はこっちのね、割とこう強めにこう踏むビブラートの方を練習して、多分かけないなっていう方は多分こっちのね終止形のビブラートは難なくできると思いますんで、ぜひね自分がどっちのタイプなのかで、この2小節でね、そのちょっと違いが分かるかなと思いますんで、ぜひね、この2小節6個の音でね、ぜひそのビブラートのちょっと違いっていうね2つの引き出しを作ってあげることでかなり上手になると思いますので、ぜひこの2小節6音でやるビブラートの違い、ぜひやってみてください。ということでまた会いましょう。またね。カンターレのご購入は Amazon ベースのオンラインショップでお待ちしております。